皆さんこんにちは、今回は習字学についてお話をさせていただきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いします。皆さんは習字学という言葉を聞いたことがありますでしょうか。もしかしたら初めてという方もいらっしゃるかもしれませんが、表現の歴史において時折出てくる言葉であり、また時代によって意味するものが変わっていきますので、このあたりで少し説明をしておきたいと思います。この習字学と呼ばれるものの歴史はかなり古く、紀元前5世紀頃まで遡ることができます。そしてこれを体系化させたのはアリストテレスでした。この古代における習字学については弁論術と呼ばれることもあります。ではこの頃の習字学というのは一体どのようなものだったのかというと、それは口語、つまり話し言葉のための技術と理論を指していました。皆さんの中には習字学という言葉の響き、あるいは字面から少々現実離れしたアカデミックな分野のもののように思われた人もいるかもしれませんが、実は古代ギリシャにおいてはむしろかなり実用的なものだったのです。というのは、この習字学の技術や理論というのは、自分の言いたいことを主張したり、意見を通したり、そして味方を増やすためのものであり、実際にこの技術は政治や裁判の場において大変重宝されたのです。そしてそれは古代ギリシャの強い影響を受けた古代ローマにも継承され、そこでも積極的に研究が行われました。そしてそこではキケロやクインティアリヌスといった人物が重要な研究を残しています。そしてこの頃までの習字学というのは基本的には人前で話すことを想定した内容になっていました。そこではこれを意識した5つの要素、つまり構想、配置、構文、記憶、そして所作が重視されていました。ですがこの状況というのは紀元前後あたりから少しずつ様相が変わっていくことになります。ではその頃のローマに何が起きたのかというと、それは政治体制が共和制から帝制に変化したということでした。そしてこの共和制の終わりというのは、言葉による議論の重要性を低下させ、人前で話すことを想定して研究されてきた古代ギリシャ以来の習字学があまり役に立たなくなるという状況をもたらしました。そしてやがてこの習字学からは人前で話すことに関する要素が消えてゆき、それに代わり先ほど述べた5つの要素のうち構文の存在感が増していったのです。そしていつしかこの習字学というのは人前で話すための総合的な技術から文章を作ることに主眼を置いた技術へと徐々に変化をしていくことになったのです。なおこの習字学というのは英語で言うとレトリックといい、この言葉は日本語でもしばしばカタカナで登場します。この日本語におけるカタカナのレトリックという言葉は口語のための技術という性格が失われた後の習字学の方と関連しています。日本でこのレトリックという言葉が使われる際、しばしば巧妙な言い回しのような好ましからざることに対して使われる場合があります。それは
習字学における技巧重視の様子を否定的に捉える人々がいたからです。はい、いかがでしたでしょうか。今回は習字学についてお話しさせていただきました。今回もお付き合いいただきありがとうございます。それではまたのご視聴をお待ちしております。